広瀬川下半緑地広瀬川は、群馬県渋川市、前橋市及び、伊勢崎市を流れる利根川水系の一級河川である。群馬県渋川市で利根川から分かれ、前橋市街を南東へ流れる。むね JR 両毛線に沿った形で流れ、伊勢崎市で利根川に合流する。合流点の資金には、埼玉県深谷市との県境がある。小出発電所から出て、 県営競技場東から前橋市立岩上小学校東では暗渠となっている。高下電気鉄道中央前橋駅付近では駅前ロータリーの整備により暗渠化されている。戦国時代まで利根川の本流は広瀬川のあたりを流れていたと言われる。この利根川は江戸時代には人根川と呼ばれ、利根川を利用した灌外用水として整備された。上流部は 広瀬用水、途中で分流、合流する桃の木用水と合わせて、高等用水、広瀬桃木用水とも呼ばれ、現在は疎水百選に選ばれている。古くは江戸から物資などを運ぶ収運などで栄えたが、現在では浸水施設を整備し、水と緑都市の町として、前橋市のシンボルとなっている。1947年に発生したカスリーン。 台風の影響により、高等用燃え取り水口が壊滅的打撃を受けたため、協議の結果、対岸を流れる天狗岩用水と共同の取水口を設置することになり、群馬県渋川市北立花に新たに、万堂大屋口を設置、水道内で分岐をし、一方を高等用水、もう一方を天狗岩用水として、板東橋直下をトンネルで対岸へ渡す工事が行われ、 1950年5月に完成した。しかし、砂礫などの流入が多く、取水口からだけの取水では、水量が安定しなかったため、1964年より、取水口の改修、水道の延長等により、作発電所からの放水を新たに加え、万道を焼く地を予備とすることとなり、昭和42年3月に、道工事が完了し安定した水量を確保することが可能となった。 群馬県企業局により、万道水系総合開発事業の一環として、広瀬用水各所に、田口、関根、小出、柳原の4発電所を建設、東京電力により前橋発電所、日本カーリットにより、高等発電所がそれぞれ建設された。柳原発電所手前の広瀬川清水門以南より、広瀬川として利根川の支流となり、 下流にて分流した桃木川なども合流し、伊勢崎市境平塚付近にて再び、利根川と合流する。1947年のカスリーン、台風接近時には、集中豪雨のために決壊。伊勢崎市内を広範囲に水没させる契機となった。前橋文学館と作久太郎郷。ありがとうございます。